ガリシア州内の一都園は、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカでオーレンセに属す。ガリシア統計局によると、2013年の人口は2527人。住民故障は、トーンズ、エサ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は55.86%。都園は、オーレンセ県の西部に位置し、コマルカでオーレンセに属する。 北は、ミーニョ川を隔てて、オーレンセと、プンシンと、東が、バルバダスと、南が、カルテージェと、西がカストレーロデミーニョと、センジェと隣接。自治体中心地区は、都園教区の都園地区。都園は、オーレンセ司法管轄区に属す。住民は8の教区の24の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のアマンシオアントーニオシットペレス。自治体評議員は、 ガリシア国民党、七、ガリシア社会主義者党、三、ガリシア民族主義ブロック、一となっている。都園は八の教区に分けられる。太地は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。